八逆は、日本の律令の律が初めに列挙する重大犯罪、類型である。無本、計りごと大逆、無本、悪逆、不動、大不敬、不幸、不義の八つである。貴族の原型特権は適用されず、御社にあっても、以下や訓は剥奪されたままで、不要義務を考慮した原型の対象からも外された。八つの罪は、前の三つと後の五つで対別できる。 前の三つ、無本、計り事大逆、無本は、君主や国家に害を加える犯罪である。一つの罪名で一つの罪を指す。それぞれ最初の字に、計り事があり、これは、実行に着手していない、予備罪を意味する。実行した場合の罪は計り事を除いた反、大逆、反である。計り事の段階で、みなし刑となる。あとの五つは、社会、身分。 家族の秩序に反する罪である。それぞれは単独の犯罪ではなく、複数の罪を収める分類名である。家族内の徴用の序に反する行為、天皇や神社に対する不敬、毒物製造や図書などの反社会行為を含む。このような列挙は中国の律に古くからあったもので、具体的には、唐ただしの重悪をもとにしているが、不牧、内乱二つを除いている。 近親に関する近畿意識が日本で薄かったことが理由と推測される。ありがとうございます。